ムンちゃん通報しなきゃいけないから、ムンちゃん殺しに逃げるわ。殺して。カショウでいいんじゃない。なんでまた俺が死ななきゃいけねえんだ。いや、いいとこにいるから。ああ。ほら。一番喋ってない人殺す。かわいそう。30秒経たないと殺せないんだよ。いや、殺せないよ。ラブハが狙ってるわ。ラブハが狙ってるわ。ムーあんま近づくとターゲットになるぞ。そう、ターゲット気をつけて。おい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 ムーちゃんが通報するんだから殺しちゃダメよ。何、殺していいの？いいよ、一人だけ、一人だけ。ムーちゃんが殺して、ムーちゃん、ムーちゃんが通報だから。私も練習しないといけない。通報までして練習いらないと思うから。いらないよ。はい、はい。ムンちゃん、これで通報ボタン。リポートって出るから、それ押しゃいいよ。そうそう。結構広いんだな、はい。一回、俺かニアネーション。俺がニアネーション釣る。離れてたよ。あ、違う違う違う。どっちか、ムンちゃん、ラブハかニアさん以外釣れば終わり、これ。でも、私も練習したいんじゃない？あ、練習したいの？じゃあいいよ。いや、私今分かったからいいよ。あ、分かった。あ、大丈夫。勝者じゃあ、アタさんに釣ろうぜ。オッケー。死ねえ。誰も俺を殺しやがったな。あれ、僕って結構人気者？勘違いしてんじゃねえぞ。毎回最初に追放されてる私が一番人気者だろ。運が悪いんだよな。運が悪い。アマングアスの簡単なルール説明。説明不要なら飛ばしてどうぞ。プレイヤーはクルーメイトまたはインポスターとなり、それぞれの勝利を目指す。クルーメイトは、各プレイヤーに与えられたタスクを、全員が全て終わらせる。または、会議によって全てのインポスターを追放することで、勝利となる。なおタスクは幽霊になってもやらないといけない。変でも働けブラック企業。インポスターは仕事をする必要はないが、クルーをキルして回り、生存しているインポスターとクルーの数を、同数にするか。サボタージュによる、制限時間付き緊急イベントが、失敗すると勝利となる。疑心暗鬼の船員たち。果たして勝利はどちらの手の中に？インポスターは嫌だ、インポスターは嫌だ、インポスターは嫌だ。次が2は嫌だ。なったじゃねえか。見せてやろうぜ、俺たちが最強だってことをな。なったじゃねえか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 で、ここあ、ラブハート来たわ。おい、カンコ閉じて。カフェテリアに入ってきたものを駆逐するための機関になりたい。ここでもいいんだ。あ、ドラボーいるわ。フルスター、めっちゃ見てんな、ドラ。よし、うわ、ウロサワー。いや、ウロサワー、はい、ギリ見えなかったんだよな、今。まあ早かったから、はいはいはい、うん、ギリ見えなかった。死ぬ瞬間しかなかった。何、誰がやってるか見えなかった。とシールド付近にいたんだけど、うん、あのナビゲーションの右で今ちょうど変な真ん中にやるタスクやってたら、そのナビゲーション出たばっかのとこで死ぬ瞬間だけ見えた。誰がやったかはちょっと見えなかった。あ、ナビゲーションのとこなんだよね。ん、一番右側。時間的にカシューさんは違うかなって思う。ニアさん、ムーンちゃん、俺は無理。ほぼ、アドミンに。俺はナビゲーションの中にいたけど。じゃあ、私もね、いたよね。俺、ウェポンな、だな。いたな。ウェポンか。いたね。ウェポンだからワンチャンあるっちゃある。うん、いた気がする。確かに、そこなんか、ウェポンでなんかやってて、開かないなと思って、俺先にシールドじゃなくてナビゲーションの。タスクやりに行ったんだけど、うん、でずっと入り口付近でロサーが見てて疑ってんのかなとか思ったら、うん、タスク終わって戻ろうとしたら死んだんだよね。難しいよ、一瞬足が見えたんだよな。死んだ瞬間ってこと今。うん、死んだ瞬間見たけど、いやでも、うん、どうなんだ。え、ラブハ死体見たってこと、通報したってことは誰か見た。いや、見たら見たら見たらいいから。え、じゃあ通報できたのって
ラブハとフィンクしか通報できるあれないよな。じゃあラブハじゃん。わかんない。フィンクが嘘ついてるかもしれない。まあそうかもしれないけど、俺からしたらラブハ。じゃあ俺からしたらフィンク。ほう。鈍いじゃん。鈍いじゃん。俺たちが。いや、もう賭けでしかないや。カシオ君がその、まあ、見たっていうように、うん、え、まあ何なんだ、誰だっけ、ニアムーンアタナシ。カシオはアドミンにいて、箇所は途中まで。俺ウェポン。いや俺ウェポンでロサワと一緒になんかわちゃわちゃやって、うん、2人が順番待ちしてたけど向こう行くのは見た。ナビゲーション行ってでちょっと手前ナビゲーション手前で、うん、ロサワがなんか出待ちしてたから。じゃあまあどっちかだね。いやー最悪これローダーでも。ラブハのセルフっぽいんだけどな。なんで？俺なんかセルフ疑われがちじゃないいや、でも俺なんか見たんで。死ぬ瞬間が見えたっていう話や、うん。ああ、そうだね。見えたのに、レポートしたのがラブハの方が早いっていうのは、それもラブハの方が死体の近くにおるってことやから。おかしいよな。ラブハだと思う。はい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 。いや、おかしいとは思うよ、私も。早えんだよ。まあまあ、なんか、心配だったら誰かと行動支援するけど。うん、そうしたら多いよ。じゃあ誰か見張っててくれればいいや。いや、今の早えんだよが変に取られたらまずいな。さすがにラブ派でしょ、これは。うわ、やったわ。やったわ、これ。とりあえず防ぐか。ウェポン、ああ、しまった。くそ。くそー、やっちまったー、これ。うわ、やっちまったー。やらかしまんじだわ。俺、サボタージュ触ってねえな。ん？うん、あるわ。ビ。おい、バイバイと。よーし、ナイスナイスナイス、いいぞいいぞ。いや、あの、結構強いから、私が殺されるのはしゃあないから、それはもう。ああ。ニアさんが殺されてる。あ、治った。他のやつらはどこにいるんだ。おお、そっからできた。いやー、くそー、いると思ってなかったんだよな、そこ。なんでいいんだよ。よし。はあ、あれアドーミンだね。カシオくんとフィンクと私はほぼずっといた。いた。で、最後、ムンちゃんがいた。最後、エレクトリカル来て。にはいた。うん。いや、の気はする、行く前に治っちゃったから、アドミンにも戻ろうとしたんだよね。うん、戻ろうと言った。近いから、まあ、アドミンで確認でもしようかって言ったでも、新しいは、俺はほぼずっと一緒にいたから、多分無理。ずっといた。あの、停電になっても、ちゃんと俺がゆっくり、停電追いつくまで一緒に歩いてた。うん。視界に入るように動いてたから。道中スタンフィンク箇所は無理。だからドラムーンどっちかやと思う。ドラムーン。まあ両方つれば勝ちだね。まあそうだな。身も蓋もねえ話だからそうだ。でも俺的にはドラスさんな気がするけどね。とりあえずドラ君やって、うん、で始まった瞬間に全員カフェテリアから動かず。真ん中のボタン押す。真ん中ボタン連打して。オッケーじゃあ。そんなことないんだ。それでも残ってたら最後箇所をつればオッケー。いや、エレクちゃんがさ、その俺らがウェポン方向行った時に、いやなんか途中さ、なんかいやカフェテリア下と上さ塞がれてたから、あれこれどっちか危ないんじゃねって思って逃げるために一箇所空いてたからさ、左から抜け出して、で途中停電したからエレクトリカル向かってたんだけど、その時カフェテリアいたのカショウとドラさんだった気がする。下の方にドラさんいて、右の方にカショウいた。あ、まあ、でもカショウの合流タイミングわかんないけど。俺でも結構いたけどね、序盤から。ウェポンだってフィンクとアタナシがウェポン行った時に俺そのまま横についた。おったおった。で、そのままそこで、
どこら辺だっけ、ナビゲーション。エレクトリカルまではまあ大体ほぼ一緒にいたかったりで。アドミンで殺すっていうのはほぼ無理やから、あのタイミングだと。だから、ムーンちゃんが殺してエレクトリカル来たか、ノラさんが殺してセルフをしたかのどっちか。じゃあ、バイオを連れしかないっていうか。まあ、その方が、村は安心だわな。最悪、カショウ君釣ればいいしな。え、どっちからやんの、まあ、どっちからやんのどっちからやんの、まあ、同性カフェテリアから動かんけどな。いやカフェテリア、下と右塞がってたの怪しいと思ったんだけど、本当に。わからん。どっちいや、ムーンちゃんで行こう。あ、じゃあ OK。いや、ムーンちゃん。本当にいや、ドラさんやあ、ごめん、間違えておっしゃった。えごめん、間違えた。あぶねあぶねえ。同票にはなってないから、まあ、言っちゃいいか。じゃあ、誰かが速攻でボタン押すんでしょ？次、何かあったらすぐ直しに行って、速ボタン。はぁ、無理だって。バカラブハート。ラブハートのバカ。ムーンちゃん、かわいそうに。くっそー、ゴラの野郎。絶対ドラさんでしょ、これ。ウケる。原子炉だ、ここどうするよし、ありがてえ。おっと、詰まった。誰も来ねえ。よし、閉じ込めた。はい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 。箇所、箇所、箇所、箇所。はい、箇所がやった。いや、でも、あたさん考えて。さっきの殺人は、どう考えても俺は無理やった。ってなると、絶対にドラクンを釣った方がいい。さあ、どうなる。まあ、そうなるわな。さようなら。あーバカラブハートはい。相方を恨むんだな。いやー強いなみんな。おめえが弱いんだよメンちゃんパッションだパッションいやもうあれ積んでたわ。いや頑張った方じゃないですかね。あのラブハのせいだと思う。ラブハが悪い。お前が一番最初に早すぎるんだよ。いや、ウロさんいるじゃん、殺そう。あ、フィンクいるいや、ラブハが走ってたから、フィンクとウロさんいるから、ダブルキルあるなと思って追っかけてったら、見つかってやがるから。見たわ。走り去る瞬間だけ見たわ。ワンちゃん、タスク開いてるから、バレねえだろって言って、ちょうど待ってたんだよね。あ、見てるちょうど待ってたんだよね。いやうっかり早すぎるって言ってしまったからな。聞こえたんじゃないなそれやばあれ黒っぽい発言したなっつって反省したわなんであそこでムーン様になったのかよく分かんないねえ俺もびっくりしたあれは正直どっちでもよかったからほぼドラクになったと思ったけど、うん、もう別に変わらんしえっかみたいな感じで変わらんし人の命を大事にしろいやなんか私の前に言いますこの釣ることに対してドラ君があんまり言ってこんのとムーンちゃんはその、うん、いやいやいやみたいな感じで拒否ってたからどうせやったら拒否った方殺した方がいいやあれだから別にどっちでもいいからどっちでもいいんだけど本当のインポスターは仲間にいるんだぞいやラブハじゃんおいお前だよお前何カット最初にやられてんだよちょここカットでいいですかいや全部使う俺が全部使うぞ一番のそれだからちゃんとまともに参加してるのにそうですねあれ誰かいないなフィンクいないフィンクがああごめんちょっとそうそう時間が怪しい感じがするああ申し訳ないんだけどもうやめる宣伝したいなのかもしれんけどさっきのラブハのプレイでオチは取れたしまあお開きにすっかいやー悪いねみんなこんな時間までいやすごい楽しかった初めてやったけどってか初めてやったのにニヤさん殺しすぎじゃないですかうますぎ怖っやったーゴータンのニヤ
いや俺マジ。私とムンちゃんは一回もなってないんで、あの白角です白。白角です。いやー。あ。法に触れるのは良くないと思うので殺してない。二回とも初手でカッショ君殺した。うん、悪いやつだな。多分私か箇所が死ぬ。あの慣れてるやつをみんな殺すから。まあそれは定石っちゃ定石だから。ね。あ、どうする？もう一回できんの？一応耐えかけだったら。オッケー。皆さん大丈夫？ラスイッチ。じゃあラスイッチやろう。